29落ち着かない類人猿、新天地を求めて移動する。約150万年前、ヒト科に属する一人の無名の天才が前代未聞のことを始めた。彼女の可能性の方が高そうだが、は石を一個拾い上げると、その石で別の石を丁寧に磨き出した。完成した品は雫型の原始的な斧だったが、これこそ世界初の最先端テクノロジーの結晶だった。この道具は既存の道具より優れていたので、すぐに他の者も先駆者を見習って自分で斧を作り始めた。他にすることがなかったのか、斧の製作は大流行した。何千個も作ったんですとイアン・タッターソルは説明する。アフリカのある場所に行くと、文字通り足の踏み場もないぐらいたくさんの斧が散らばっています。斧の製作には相当の労力を要したはずですから驚きです。まるで単に作るのが楽しくて作っていたように思います。日の降り注ぐ仕事部屋の棚からタッターソルが長さ50センチ、最大幅20センチもある巨大な模型を取り出して私に見せてくれた。槍の穂先のような形で、敷石1枚分ほどの大きさがあった。模型はファイバーグラス製なので、数十グラムの重さしかないが、タンザニアで出土した現物は11キロあるという。道具としては全く使い物になりません。二人がかりでないとうまく持ち上げられないでしょうし、持ち上げられたとしても、それで何かを打ち叩くにはよほどの体力が必要でしょう。では何に使うのです？タッターソルはニコリとして肩をすくめた。謎を喜ぶかのように、見当がつきません。象徴的な意味があったはずですが、いずれにしても私たちにできるのは想像の翼を広げることだけです。この斧は19世紀に北フランスのアミアン郊外サン・アシュールで最初に見つかったことから、アシュール型石器と呼ばれる。それより前の時代のもっと単純な道具で、タンザニアのオルトバイ峡谷で発見されたオルトバイ型石器と交代称をなす石器だ。オルトバイ型石器は古い参考書にはよく手のひら台の生クラな丸い石だと書かれている。しかし最近の古人類学者の間では、大きな石と白片からなるオルドバイ型石器のうち、白片部分が物を切るために利用されたという説が有力だ。そしてここで一つの謎にぶつかる。初期の原生人類、私たちと直接つながる種が、今から10万年ほど前にアフリカを出発した頃、アシュール型石器は大人気を博する道具だった。初期のホモ・サピエンスもそれを愛用しており、どこへでも持ち歩いた、持ち運んだ。加工前の石を持っていき、後で道具を作ることもあった。それぐらいアシュール型石器に対して強い思い入れを抱いていた。ところがアシュール型石器はアフリカやヨーロッパや西アジアや中央アジアからは出土しているが、東アジアでは全くと言っていいほど見つかっていない。とても不可解な現象だ。1940年代、ハーバード大学の古生物学者ハラム・モビウスがモビウス線なる線を引いて、アシュール型石器の出土した地域と出土していない地域とを区別した。モビウス線によってアシュール型石器が出土した地域とされたのは、ヨーロッパから南東方向に向かって中東、カルカッタ、バングラデシュまでだ。モビウス線の向こう側の地域、つまり東南アジア全体と中国では、オルトバイ型石器しか発見されていない。ホモ・サピエンスがモビウス線の向こう側まで進出したことは分かっている。ではなぜ東アジアとの境界まで最新の石器技術が伝わりながら、そこがプツンと途切れたのか。長年その問題で悩みました。キャンベラにある
オーストラリア国立大学のアラン・ショーンがそう振り返る。近代の人物学はアフリカにおける人類の誕生には2波あるという前提の上に成り立っていました。第1波はこれが後にジャワ原人や北京原人などになります。そして第2波はもっと高等な知能を持つホモサピエンス、これが第1波の多くを駆逐しました。新しい技術のおかげで大発展を遂げたホモサピエンスがなぜ急にその技術を捨てたのか、どうしても消せない、控えめに言って途方に暮れました。しかしやがて途方に暮れてしまう謎が他にも続々と出てきた。そのうちの一つはソーン自身のその大陸オーストラリアの奥地での発見がもたらしたものだ。1968年、地質学者ジム・ボウラーがニューサウスウェールズ西部の荒涼とした乾燥地帯でマンゴ湖の干上がった湖底を調べていると思いもよらぬものが目に入った。三日月型の砂丘から人の骨が突き出ていたのだ。当時オーストラリアに人類が住み始めたのは8000年前以降と考えられていたが、マンゴ湖はすでに1万2000年前から干上がっていた。こんな不毛の地で誰が何をしていたのか。実はこの骨の主がここに暮らしていたのはマンゴ湖がもっと住みやすい場所だった頃、20キロにわたって満々と水がたたえられたくさんの魚が泳ぎ、岸辺に木馬王の森が広がっていた頃だったということが放射性炭素年代測定法による測定で判定した。なんと2万3000年前の骨だったのだ。付近で発見された骨の中には6万年前のものもあった。そんなことはありえないはずだった。最古の人科の生物が地球上に出現した時すでにオーストラリアは他の大陸から切り離されていた。つまりオーストラリアにたどり着いた人類は海を渡ってきたことになる。子孫を増やせるほど大勢の者たちが何のあてもなく100キロ以上の海原を越えてきた。そしてオーストラリアに到着後、マンゴ人は上陸地点とされる北岸から内陸部へさらに3000キロ以上移動を続けた。それゆえプロシーディングス・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシスで述べられている通り、第1陣の上陸は6万年前よりかなり前まで遡ると考えられる。どうやって来たか、なぜ来たかは永遠の謎だ。人類学の本をいくら紐解いても6万年前に人類が言葉を喋っていたという記述は見当たらないし、ましてや大海原の航海に耐えうる船を作ったり島を開拓したりする上で必要な共同作業の能力が当時の人類に備わっていたという証拠など出ていない。有史以前の人類の移動についてはわからないことだらけです。私がキャンベラに出向いた時、アラン・ソーンはそう話した。19世紀に人類学者が初めてパプアニューギニアを調査した際、内陸部の険しい山岳地帯でサツマイモを栽培する民族が発見されました。サツマイモは南アメリカ原産です。どうやってそれがパプアニューギニアに伝わったのか不明です。手がかりさえありません。ただはっきりしているのは、当時の人々が従来考えられていたよりもっと遠くまで明確な目的を持って移動していたということです。それから情報や遺伝子も交換されていたようです。例によって化石記録が問題となる。人類の化石が残っている地域は世界にほんの一握りしかありません。鋭い目にヤギヒゲという風貌のショーンは真剣かつ穏やかな口調で言った。東アフリカのハダールやオルドバイのような化石の豊富な場所がなかったら絶望的なほど乏しい証拠しか得られなかったでしょう。現にそれら以外の場所では往々にして絶望的なほど乏しい証拠しか得られていません。インド
以外のインド全土から出土した3万年以後の古代人類の化石は一つのみです。イラクからベトナムにかけての約5000キロの範囲で見てもたったの2つ。一つはインドのもので、もう一つはウズベキスタンで発見されたネアンデルタール人の化石です。ソーモは笑みを浮かべて、お世辞にも多いとは言えません。アフリカの第一交代やオーストラリアのマンゴ湖など数カ所で多数の化石が出土し、その中間に広がる地域からはほとんど化石が見つかっていないというのが現状です。古生物学者が点と点を結ぶ作業に苦労したとしても不思議ではありませんと言った。今も多くの研究者から支持される定説では、ユーラシア大陸における人類の拡散には2波あったとされる。第1波はホモエレクトゥスによるもので、今から200万年近く前に始まった。種として誕生後間もなくアフリカを出発したホモエレクトゥスはやがてさまざまな場所に定住して、いくつかの異なる種に進化した。アジアではジャワ原人や北京原人、ヨーロッパではホモハイデルベルゲンシス、最後にホモネアンデルターレンシスとなった。そして今から10万年以上前、もっと賢くて器用な種、私たちの祖先がアフリカの草原に現れて世界各地に散らばり始めた。これが拡散の第二波だ。定説ではホモサピエンスと呼ばれるこの新しい種は進出した先々で自分たちより鈍重で不器用な先住者を追い払ったとされる。しかし大量殺戮の形跡は全く発見されていないので、専門家の間では能力の差から自然と古い種が新しい種によって駆逐されたのだろうという見方が一般的だ。ただし他にもいくつか要因は考えられる。新しい種が天然痘をもたらしたのかもしれないとタッターソルは指摘する。本当のところは誰にも分かりません。確かなのは私たちが生き残り彼らは生き残らなかったということです。最初の原生人類については意外なほどわずかなことしか分かっていない。奇妙な話だが、ヒト科生物の他の系統についての方が自分たちの祖先についてよりも分かっていることが多い。タッターソルは進化の歴史の中で最も身近な出来事、私たちの種の出現がおそらく一番深い霧に包まれているという。どこで発見された化石が最初の原生人類のものであるかという問題についてさえ研究者の意見は一致していない。多くの書物では南アフリカのクラシーズ・リバーマウスで発見された12万年前の化石がそうだとされるが、全研究者がこれを完全な原生人類と認めているわけではない。タッターソルとシュワルツはそれらの化石のどれが私たちと同じ種のものであるかまだ決定的な論証に至っていないという立場だ。とはいえ現在のイスラエルのあたりで約10万年前にホモ・サピエンスが現れていたことに関しては議論の余地がない。ただしこれもトリンカウスやシップマンからは変わり種で分類しがたく未知の部分が多いと評される。当時その地域にはネアンデルタール人がすでに住み着き、ムスティエ型石器と呼ばれる道具を使っていた。ムスティエ型石器は現生人類の間でも取り入れられたようだ。ネアンデルタール人の化石が一つも出土していない北アフリカでムスティエ型石器が多数発見されている。何者かによってアフリカまで運ばれたに違いない。運び手として考えられるのは原生人類だけだ。またその他にネアンデルタール人と原生人類が中東地域で1万年ほど何らかの形で共存していたことも分かっている。同じ場所に異なる時期に住んでいたのか、実際に隣り合って暮らしていたのかは定かでないが、原生人類はネアンデルタール人の道具を気に入ってそれを使い続けたとタッターソルは言う。
そうだとすると、現世人類がネアンデルタール人より圧倒的に優れていたという説はいくらか怪しくなるかもしれない。同様に興味深いのは、中東で100万年以上前から使われていたアシュール型石器が、ヨーロッパでは30万年前までほとんど使われていない点だ。私たちは再び、なぜ人類が新天地に道具を持っていかなかったのかという謎に突き当たり、これまで長い間、クロマニュン人の名で知られる現世人類は、ヨーロッパに進出した際、行く先々でネアンデルタール人を追い払ったとされてきた。そしてその結果、ネアンデルタール人がヨーロッパの西端に追いやられて、事実上、海へ飛び込むか、さもなくば絶滅するしかないという状況に追い込まれたと考えられてきた。しかし現在では、クロマニョン人がヨーロッパの西端で暮らしていた時期に、東端からヨーロッパに入ろうとするネアンデルタール人がいたことが判明している。当時ヨーロッパは無人地帯のようなものでした。両者が遭遇する機会はそれほど多くなかったでしょう。たとえ各々が東端と西端との間を行ったり来たりしてもです。クロマニョン人のヨーロッパ移住に関して一つ注目に値するのは、移住の行われた時期が気候学の用語でいうルテリエル期と重なる点だ。比較的温暖だったヨーロッパがちょうど長くて厳しい寒冷期に突入した頃だった。つまりクロマニョン人は決してさんさんと輝く太陽を求めてヨーロッパへ向かったわけではなかった。どちらにしてもネアンデルタール人が新興勢力クロマニョン人との争いで壊滅したという説にはいくらか事実と噛み合わない面がある。ネアンデルタール人は並外れて頑健だった。現代では両極圏でしか経験できないような環境下で数万年も生き延びた種だ。氷期のピーク時、地球上ではハリケーンのような猛吹雪がたびたび発生した。気温はマイナス45度。イギリス南部でさえ雪に覆われ、ホッキョクグマの姿が見られた。ネアンデルタール人はもちろん気候の一番厳しい地域を避けて暮らした。しかし比較的気候の穏やかな場所でも現在の冬のシベリアぐらいは寒かった。また病気にもかかった。寿命は短く、30歳を超えて何年も生きるものは珍しかったが、種としては驚くほど丈夫で、ほとんど不死身だった。少なくとも10万年、ひょっとするとその倍存続し、ジブラルタルからウズベキスタンに渡って生息した。他のどの種と比べても間違いなく成功した部類だった。ネアンデルタール人とは何者で、どういう容姿だったかについては議論が分かれていて、はっきりしたことは分かっていない。20世紀半ばまでは薄のろで背中が丸まり、猿に似た姿の結巨人というイメージが人類学の世界に定着していた。そのネアンデルタール人像が再興を促されたのは、ある事故がきっかけだった。1947年、サハラ砂漠で野外調査を行っていたフランス領アルジェリアの古生物学者カミーユ・アランブールは、真夏の太陽を避けるため軽飛行機の翼の下で休むことにした。アランブールが翼の下に座っていると、飛行機のタイヤが暑さのせいで破裂して、アランブールの上半身は傾いた機体の下敷きになった。後日パリで首のレントゲン検査を受けたアランブールは、なんと自分の脊椎がネアンデルタール人のものとそっくり同じ配列であることを知った。アランブールの骨格が原始的なのか、ネアンデルタール人像が間違っていたのか、どちらかだ。実は後者だった。この出来事を契機にネアンデルタール人に対する見方が一変した。しかし長続きはしなかったようだ。いまだにネアンデルタール人の知性や気質が、後から大陸にやってきた細身で頭のいい
ホモサピエンスに劣るという捉え方が根強い。そのいい例として最近の本に書かれている説明文を紹介しよう。現世人類はそういう長所、ネアンデルタール人の非凡な体力を持たない分、衣服や火や住居に工夫を凝らした。一方、ネアンデルタール人は相変わらず大きな体をしていたので、巨体を維持するためにたくさんの栄養を摂取しなくてはいけなかった。要するに、それまで種の存続を10万年間支えてくれた要素がいきなり致命的なハンディキャップに変わったという説明だ。そして何より、ネアンデルタール人の脳の方が明らかに大きいという事実が大抵無視されている。ある計算によると、ネアンデルタール人の脳容積は 1.8 リットルであるのに対して、現世人類の脳容積は 1.4 リットルだという。この差は現代のホモサピエンスと、かろうじて人類の一員とみなされる後期ホモエレクトゥスとの差よりも大きい。これに対して現世人類の脳は容積で劣っても、効率の面では勝るという議論がある。しかし私の知る限り、人類進化の他の局面ではそういう議論は一切出てこない。では、ネアンデルタール人がそれほど頑健で適応力に富み、高い知能を持つなら、なぜ地球上から消え去ったのかという疑問が浮かぶかもしれない。考えられる一つの答え、ただし物議を醸しているは、実は消え去っていないというものだ。アラン・ソーンたちの唱える多地域進化説によると、人類の進化は地域ごとに一つながりになっている。ちょうどアウストラロピテクスがホモ・ハビリスに進化し、ホモ・ハイデルベルゲンシスがだんだんとホモ・ネアンデルタールンシスに変わったように、現代のホモ・サピエンスはそれぞれの地域の古いホモ族から生まれたという説だ。この説ではホモ・エレクトゥスは独立した種とみなされず、進化の一段階を表す概念とされる。つまり現代中国人は中国のエレクトゥスの子孫であり、現代ヨーロッパ人はヨーロッパのホモ・エレクトゥスの子孫であるという具合になる。それ以外の意味でもホモ・エレクトゥスは存在しないとソーンは言う。ホモ・エレクトゥスという用語はもはや時代遅れだと思います。私にとってホモ・エレクトゥスとは単に現代人類の祖先という意味しか持ちません。私の考えでは、アフリカから旅立った種はただ一種類、ホモ・サピエンスだけです。多地域進化説に異議を唱える研究者もいる。もし多地域進化説に従うと、旧世界中のあらゆる地域で人類の進化が同時に起こったことになる。アフリカや中国やヨーロッパや、果てはインドネシアの島々まで、人類が現れた全ての場所で進化が同時に進むことなどありえないからだ。また人類学の世界からようやく退けられた人種主義的な考え方が、多地域進化説によって再び助長されることを警戒する向きもある。ペンシルバニア大学の著名な人類学者カールトン・クーンが、現代の人種の中には他の人種と異なる起源を持つものがあると説いて、ある人種が他の人種より血統的に優れていることを暗にほのめかしたのが1960年代だ。アフリカのブッシュマン、正確にはカラハリ山族やオーストラリアのアボリジナルなど、一部の人種は他の人種よりも原始的だという古い考え方を思い起こさせる説だった。クーン本人がどう思っていたかは別として、多くの人々にこの説は人種には優劣が存在するとか、一部の人種は人類とは別の種に区分されうるとかいう意味で受け止められた。今となっては危険思想に感じられるが、比較的最近までこういう考え方は名の通った人々の間に広く浸透していた。私の手元にタイムライフ社から
1961年に出版された有名な本がある。ライフ誌の連載を一冊にまとめた人類の叙事誌、The Epic of Man だ。その中に、つい2万5000年前まで生きていたローデシア人がアフリカ人の先祖だったかもしれない。ローデシア人の脳の大きさは、ホモサピエンスのものに近いという本が掲載されている。要するにこれは、アフリカ人はホモサピエンスに近い生き物を遠くない先祖に持つという意味だ。ソーンは自説と人種主義の結びつきをおそらく本心から強く否定した。そして人類の進化は全人類が共通するものであると唱え、全人類が共有するものであると唱え、その根拠として文化間や地域間に盛んな交流があったことを挙げた。人類の移動が一方向だったとは考えられない。人々は様々な場所を行き来したでしょうし、きっと勾配によって遺伝子も混ざり合ったでしょう。侵来者が先住者にとって変わったのではなく、侵来者が先住者の仲間に加わった。両者は一つに融合しました。ソーンはその状況をクックやマゼランと遠い国の人々との出会いになぞらえ、異なる種同士が出会ったわけではありません。身体的な特徴はいくらか異なるだけで、どちらも同じ種でした。ソーンによると、実際化石記録からは一続きの滑らかな変化が読み取れるという。ギリシアのペトラドンで約30万年前の頭蓋骨が発掘されました。伝統的な学説に立つ人々の間では、この頭蓋骨をめぐって激しい議論が戦わされています。見方によって、ホモエレクトゥスの骨ともホモサピエンスの骨とも同定できるものだからです。しかし私たちに言わせれば、どちらの種も進化を通じてつながっていて、一方が消えた後に他方が現れたわけではないので、そういう中間的な骨が存在しても全く不思議ではありません。勾配の事実を示す証拠が見つかったら問題解決の糸口になるはずだが、化石をもとに勾配の有無を証明するのは容易なことではない。1999年、ポルトガルのある考古学者が2万4500年前に死んだ4歳ぐらいの子供の骨格を見つけた。骨格の形はおおむね現代的だったが、いくつか明らかにネアンデルタール人のような古代人類の特徴を持っていた。太い足の骨、シャベル状の歯、そして異論もあるが、イニオン浄化と呼ばれるネアンデルタール人独特の後頭部のくぼみだ。ネアンデルタール人研究の第一人者であるワシントン大学のエリック・トリンカウスは、この子供について混血児であり、現世人類とネアンデルタール人の間で勾配が起きていた事実を裏付けるものだという見解を示した。しかし他の研究者からは、混血児にしてはネアンデルタール人と現世人類の特徴が十分に混ざり合っていないという反論が出た。ある研究者は、ラバが前半身はロバに見え、後半身は馬に見えるようなことはないと指摘した。イアン・タッターソルもこれを大柄な現世人類の子供に過ぎないとして、トリンカウスの見解を否定した。ネアンデルタール人と現世人類の間に戯れぐらいはあったとしても、それが繁殖につながるほどのものだったとは考えられないという。生物界のどこを見渡しても、これほど違う生き物同士が同じ種に区分されている例はありません。中、一つの可能性としては、ネアンデルタール人とクロマニョン人とでは染色体の数が異なったということが考えられる。似通った種の間にはよくそういう現象が見られる。例えば馬科では馬の染色体が64本であるのに対して、ロバの染色体は62本。それらの種を掛け合わせると、生まれてくる子の染色体は繁殖能力の欠如を意味する奇数の63本となる。
ラバは子孫を残すことができない。